ジュニアの詐欺いけるからな、別に。まあ、シンジがもし勝ったとしても、ザンギが強いだけってなるな。特別に高木にだけザンギを出していく。ジュニア5部だね。うん、ジュニアは5部。ジュニアの負けです、今の試合は。本当に5部じゃねえかよ。ということで、ジュニア2の。まだじゃない？相手のうちカウンターすんの？そういうこと？いいよ、言っちゃって。5ネタもん勝ちです、このルール。じゃあ、トリマーは器広いからな。狂気22だから。ということは、最後の1回か。5ネタすぐ争い。MR 何部だっけ？1917。いや、1917はもうほぼレジェンドよ。いや、お前それは無理やりだろ。無理やり。それはかなり無理やりだろ。でも1900いったらなんかレジェンドいける人みたいな認定にならん。まあそのやってったらいけるんだろうなみたいな、ね、レジェンドって2000くらい。今2100だね。もうだマジでシーズンごとに爆上がりしてんだよね。前回は2150がボーダーだった。2155とかかな。最初の頃のシーズンなんて1900ちょいでいけてたもんな。あ、そうなの。そうなんだ。うん、え、最初2000付近でもうレジェンドだったよ確か。え、じゃあめっちゃ簡単じゃない？まだみんながうまくなかったのか。そんな簡単ではないでしょ、研究が進んでないから。そう、てか上がってきた全体のレベルが。あ、なるほどね。え、じゃあその時の1900体は強かったみたいな感じ。前はもうなんか1900で練習し続けてんじゃん。1900でなんかこれもいたみたいな。なかった昔。やっぱ上がっていくもんだよボーダーは。あ、間違えた間違えた。まあドロゲームも煮詰まっていくよね、どんどん。うん、ね、え、ジュニア今日テリーなの？え、ザンギ出しましょうか。終わる。まあ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 1は引かれるからぐらいですよ、多分。雑魚高木 1? ジュニアと10先したことないから、エドで。ジュニアが今言ってるのは想像の話でしょ。想像の話、ほら、想像の話。うわ、お前めちゃくちゃだな、想像の話。え、ちなみに、エドとザンギって。今のジュニアが悪い。今のジュニアが悪い。エドとザンギってどっち行けんの？エドじゃない。6.5 ぐらいで。なんか5部って言ってる人もいるね。まあ、行けんこはない、マジで。ダルシムほどやばい組み合わせじゃないって感じ。はい、じゃあ本日はお気柄もよく皆さんお集まりいただきありがとうございます。怖いって、その入り方。前回はですね、まあヘシコ、俺、アリケン、高木で、調整前に行われたやつでして、まあザンギが最も弱かったキャラクターだったんですね、僕の場合は。あ、そうなんだ、うん、強くなる前なんだあれって。実はね。そうなんだ。まあでもそんな中で俺が確かドベを取りまして。そうでしたね。そうでした、はい。ちょっとドベを取って俺として責任を晴らすためにもう解散させてもらったんですけど。まあこれでもシンジがもし勝ったとしてもザンギが強いだけってなるな。みんな強キャラ持ってきてる。カプコンよく頑張ったなってなるわ。確かにね、キャラ的にはみんな強いからな。そうそう、ね、よくドベを1位に持ち上げたなカプコンってなるね。まあそんなんでもいいでしょう。まあ今回はただ前回とは違ってジュニア君を追加してるんで、ゲンプロね、ゲンプロ。そう、まあジュニア君はザンギを出したらちょっと強すぎちゃう気もしたんでテリーなんですけど、特別に高木だけザンギを出していいことなんでだよ。いやいや、舐められたからザンギが高木に。確かに。いやこれね、ずっとなんだよね。でもこの前の高木軍団の対抗なんか対戦会でもね、ずっといやジュニアはいけるからなとか言って入ってきて。あ、そうなの。あ、やばいな。で、対戦したことあんの？ジュニア5部だね。いやジュニアいけるからって2-0で負けて連行してくるっていうのを結構やってきたから。はい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 、まあ、今日で分かるんじゃないですか。高木も気持ちプロやん、ね、お前。うん、ジュニアは5部。これ、ね、言ってきかないんじゃない。ジュニアは5部言ってきかない。分からせてんのに。ずっと勝ってるのに、ね、もう最強じゃん高木じゃん。お前嬉しいもん、ジュニアがトーナメントでやってたら。勝ったことはないけど嬉しいんだ。うん、ちなみに勝ったことはない。ずっとこのスタンスなんだよ。大切だよな、強気はな。うん、確かにな。はい、で、ルールの方なんですけど、前回と同様にですね、基本は2先なんですけど、どっちか片方が3先やりたかったら3先になります。出た。出たよ。もう最初から3先にしろよ。2先にするやついねえんだから。両者合意のもと、2先になった場合は2先で終われるんで。二先にしたやつは逃げたって言われるんだぞ。そうなんだよ。いやいやいや、でも戦略だけど、例えば高木だけ絶対負けたくないっつって、ここで二人とも二先にしないかっていうのは全然ね。あ、なるほどね。いいルールだな、うん、それ。はい。じゃあ皆さん気合を入れて、やっていきましょう。はい。はい、じゃあ一回ジュニア君
や、はい、俺か高木どっちだよ、ね、ジュニア。どっちでも。いや高木でしょう、そんなん。さっきあんだけ言ってたからね。ここは高木って答えられない。何で来んの？何で来んの？ザンギ。あ、本当にザンギ？じゃあ、ブラインドピックにしよう。ブラインドピックにするわ。好きなので行こう、みんな。わかった、わかった。そうだね。何？まだ見えないんだけど俺。誰が、まだ暗い画面が。え、テリーかな。テリーか。ブランカの伊達が高木も逆に。たまに、テリーの球抜けれるんだよな。あ、そう。あれ、うん、どれだっけな、なんかどれだったか抜けれるんだよな。あの、あるね。うわー、いいジャンプ。うわ、しかも竹。3000ぐらい減るか、これ。これは痛い。うおー、バッサッ、オフ。うまっ、やる。しかも、高い。泣けない今のターゲットコンボ、ジャストで火力ちょっと上がるらしいよ。そうなんだ。そう、でなんかジャストあんだ、あれなんかあるらしい。うわー、そうなんのかー。バスター、うん、来るか玉重ね、押しない。あー、苦しそう、これ。やばい、普通にしょられてる。あ、来た、うまい。投げて立つ。うわ、そういう中段の使い方あるんだ。なるほどね。うめえ。壊し。うん、ま。ジュニアは有利。いや、ゴブ。ジュニアはゴブ。ジュニアはゴブ。ブランカ続投。MR でも勝ってるじゃん、高木がな。ねえ、うん、これ何先？これ3。まだ決まってない、まだ。これ3。はい、今3が出ました。これ読み合いだから。このルールなんだよマジで。危ない。読み合いって言うな、これを。3になるんだよ絶対。あえてやりたい顔しといて相手にやらせないみたいなとかもあるから。一番ヘシコが1で、さっきのアリケンが3。うん。一番ゴミなのがあれなんだよな、2本目負けたと言えんのカスだろマジで。それマジで。ライフが1個増えるだけだからな。まあ、いつ言ってもいいからな。読み合い発生しねえよ。あ、ミスた。出た、これマジもっと欲しいよな、リバから。ワンチャンあるぞこれ。来た、もう全然ある。これ SA2 で、いや、あ、ミスった。いやー、これ削りか。うおー、これ勝つの。いや、マジやっぱ道義キャラ上手い人が使うやつマジ強いんだよな。ね、橋がマジで抜けれないっしょ。きついしさ、うん、読み合いの数多いのに読み合い鋭いからしんどいよな。そう、なんか一瞬でめっちゃ回されてる感じ。出た、開いて、ケアできるやつだ。うまっ、うめんだあれ。うまい、やめ、ミスた。でもフォローアップして、え、見せてんのこれで。今のね、再設置のルートやね。ああ、そういうことか。そう、うわ、バンナコ。うわ、これしんどいんだよな、テリー。画面端マジで。うわー、危ない。あ、ジュニア勝ってた。ジュニア、うわうわ、やり直し、うわ、やり直しか。ワールドリアルールに基づいて、ジュニアの負けです、今の試合は。1-1ねえ、絶対取ってたもん。1-1かよ、5分かよ。今1-1です。これ誰、本当に5分じゃねえかよ。いや、だって俺しょうがないもんね。今だってさ、オーディーロリ当たってたからさ、あれ、あそこから俺、あそこから中段当たってフルコンで死んでたもんな、絶対。うん、中段当たって、マジで。SA に3回使って勝ってたからな、俺。耐えすぎだろ、お前。ボードカさん、ごめん。うん。うわ、終わったー。うわ、死んだー。マジかよ、まあ、でも、1、2か。1、2。あ、じゃあ、どうしますか、2人。あ、続行、続行で、続行で。3先行こうか。じゃあ、3先で。だ、意味ねえんだって、このやりとり。負けた方は絶対3にするだろう。絶対そうなる。じゃあ、私の負けでいいですっていうやついねえんで。最初から3先手ルールでやる。いや。いや、まあ、確かにこの読み合いも醍醐味であるな。対戦リドル、もうだいぶリドル名物になってる、この3先の下り。もうちょっとこの3先の下り、せーので言わせよう。じゃあ、最後まで言わせないで。なるほどね。どっちかが2位取った時点で、どっちっていう。恥きちやばすぎな、これえぐいな。
うわうめえマジで。うおジャスパーやばすぎだろ。確かにあそこで投げはメインにはしませんこのキャラは。いや回線落ちたらワンチャン、回線落ちたらワンチャンある。長引かせる長引かせる。俺だったら長引かせる俺は。最悪最悪あ最悪。美味しい。おうまい。あミスった。再設置のルートあーむずい。わあ読み合い。わあそれでうまっ。投げけんないか。あーそっかそれ。あーなるほどね。危ない。あれパニカン食らったら運ばれるんだよな。うわうまい。おーま出たこれ。中段から投げやばい。リサル全然ある全然ある。あいや食うぐらいはまだ知らない。うわーおーキャンセルが出てれば受ける打つマジ。おお見てるエラ。万歳しなければ見られないのに。あれ万歳じゃなかったルートならワンちゃんか。まあそこは連動だろうなテリーのコーナー。うわやるうまっ。差し返し。うわよくガードしてる。うおうまい。えしかも中継ヒット確認てかあれ繋がるんだ。何でもリサルか。あいやまだ知らない。いや耐えてる。うわオッケー。うわジュニア2対2です。よしよしよし2対2です。2対2です。エンド差が出てる絶対に。つけ込めるぞ。いや出たよそれ。手前止まりもうぜえんだ。こんなんできるんだ。ケビン3回ぐらいしか当たったことねえわ。テリーマスターにするときに死ぬほど当たったわ、ね、そのテリーってテリーじゃないじゃんぶっちゃけ。ほとんどそうこれ多分なんか中身は竜だったりとかそういう立ち回りのやつばっかじゃん。そう本気のテリーはいなかった気がする。 うまい。いややっぱ画面足は秒うまいうまい。わーごめんこれ強いよ、ね、うわー死んだ。あれよっしゃーやる。高木勝てるぞ、うん、勝つるぞこれ。あれやばい。ゴブゴブほんまにゴブ。おいこれいいのかジュニアそれで。やめた。あ痛え。あこれ焦ってる焦ってる。うわしかも恥です。でも勝ちが見えてくると人間弱くなるところもあるからね。うわ高木はどうなる。うわうわ出ないごめんなさい。出てる出てる。でもう拾うと。あ死んだ。死んだんじゃね。あ、死んだわ。死んだわ。よっしゃー。やーば、うわー。ということで、ジュニア2の…これでもまだじゃない？え？3対2だよ。最近のカウンターすんの？あー、あそういうこと？じゃあ、いいよ、言っちゃって。ちょっと待って、いいの？あー、なるほどね。残念、ごネタもん勝ちです、このルール。じゃあ、今2対2、今2対2、今2対2。今2対2になりました、ゆうやく。まあまあいいよ、まあいいよ、ジュニアいいよ。まあ1ラウンド取ってたしな、あれ一応ジュニアが。ソリマは器広いからな。あ、よかった、ここでなんか折れなくてよかった、ジュニアが。折れてたら俺失望してたもんね。確かに、プロとしてな。プロとしてな。意地見えたね、今の。勝ち筋だもんな、ごねるのが。そうだよ。行ったんだ。出る。ただ、続けても変わんないぜ、ジュニア。まずい。乗ってるか、高木。乗ってるぞ。無給でストリートファイターやってるせいに言われてんぞお前、うん、バカみてえにやってるしこいつ。うわ遅らせ。うわーうわーあーやべえバーンしちゃったしかも。いやまあ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 、まあ、いやこれでもバッサーウーで。うわバッサーウー話すなジュニアお前。削り格なんですけど削りなんだお前。置き攻めしてんだよ。まあそこも読み合いか。あれむずそう今のコンボ。バンダコ。早くな。発動。恥は無理だな。うわ落ちんのこれ。うわー。エラー。あでもなんか事故ってる。マジか。うわ。うわ、まあまあ、でか。タケコこれよくガードするな中断。うわこれ。バンダコ。うわキモそのバンダコ。
うわあ。いやこれ。いや死ぬ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 。死ぬか。はい。まあまあまあでもゲージクソ有利だからね。テリーゲージ強いし。さあフルセットフルラウンドです。正真正銘最後です。うん、言い訳できない。うわもう一回投げ。熱っ。うわ様子見なんだよね。あのやられて核範一応あるよね。ない。うわ。ね端でなんかねいい感じの距離になって足元に当てるとなくなる。大丈夫なんだ。そうドリルと一緒。へえ。ドリルあのクソキャラか。あいつ強くなったからね。うん。うわこれ。うわ終わったーこれ。どうだ、ああ当たる。バート、やばい。まだある。ゲージないしかも。バナコ。お気づめ。わあ。でもちょっと待ってちょっと待って。これ難しいでしょ。これマジ。これもう一回。表記22だから。ということは？ 3-2 になったわけじゃない。最後の1回か。なんでだよ。なんでだよ。これであれ2位のあれでもう戦い貸し借りがなくなった状態じゃない。なるほどね。あ確かにね。確かに、うん、これですっきり終われるぞ。そう高木も本来なら勝ってたはずの試合を、うん、確かにやったもんね一回。そうだね。まあでも本当の勝ち負けをよく前この状況で言えたなそのセリフ前はまあボコられてたけどすげえな。回線一回抜けただけでこんなごねれんだ、うん、あ発動できてないの今の。もう一回抜けたら負けだけど今回は一回目だったしね。うわいい投げ中段立ってちゃんとガードするな。うわ投げおおいやすかよだれきたあごめんなさい。おあーでもあー行かせれんのかこれちゃぶねー。へえまあまあまあ、まあ、ゲージ使わせた。あれ伏せから打ち上げいけるんだ。OD からいける。抜ける。惜しい。抜けて。うわあ、バーン。これ強いんだよな。逆に投げるのか今。うわ打つ。バサオ。いいタイミング。すかし投げ。投げ高えな。投げ。打つ。うわ中足3回。これマジ全だな。うお。うわパリーかここ。わあ。死にはしない。最後に目。うお、パス。うまい。バンナコ負ける。あ、うわ惜しい。やばい。ジュニア。うお。まだ。うわ、いやガードされてる。しゃジュニア。ということで、今日のところは3対2と。高木が3やるな高木。